奥からパトカーが来ます。ここ変な日本の真横なんだぞ。プリウスが割り込み運転をする中、こんにちは。今日は大阪の南の方、泉南エリアへシャムさんの聖地巡礼に行きます。ただこのエリア、深夜料金で行こうと思っても、江戸時代の関所通ってレベルで何箇所も料金所があるので微妙ですね。大阪都心に迂回すれば、20キロの増加とともに料金所を避けられるらしいが、どうなんだろうな。ああいう合流分岐だけ割り込むような奴らって、その部分だけ荒いくせに、直線でも110ちょいしか出さない雑魚なんですよね。工事による規制区間でヤクザベンツに煽られて肝を冷やしつつ、もろもろの覚悟を持っていざ、深夜の大阪へ、異常に遅いトラックに引っかかりつつ、マッカーサー減衰のあれが撮影された、カラオケ屋の遊び場貝塚店に行ってみましょう。レーダー探知機がわめいている。オービスでもあるんでしょうか。こういう30キロ制限の道って、基本的にあるからな。見えてきましたね。ボーリング場とセットになっている、そこそこ大きい娯楽施設のようです。カラオケルームは100室くらいあるらしいですね。壁のメニュー表は、剥がされてしまったようで残念です。サクサク行きますよ。次の場所は、貝塚なんとか宿舎。シャムさんの例の家と、小学生に追い抜かれる人生のあれが撮影された道があります。おい待てよ、あの原付き、信号無視してね。シャムイカ。さて、シャムイカの人間というのはどんな生物なのか。まあ公立小学校に行ってた頃じゃないんだし、あのレベルの人間とエンカウントしても、気に留める必要もないんですよ。ちょっと同じ道を通って右折したらすぐです。暗くてよく見えないです。左の団地みたいなやつがそうなのですが、シャムさんが住んでたという割には、民度よく整備され保たれてる印象です。一応コインパーキングもあるので止めることはできますが、迷惑をかけたくないので EV モードで静かに通過します。縁に沿って左折。赤丸で囲ったエリアの南西側が、小学校に追い抜かれる人生のあそこらしいですね。うん、暗くてよく見えないですね。今回ばかりは、昼間の巡礼をおすすめしますよ。コインパーキングは来客用だからな。聖地巡礼用じゃないからな。千葉フォルニアはインスタ撮影スポットじゃないですからね。道路ですからね。でもまあ私も行ったことあるけど、あの周り何も何にもなくね。対向車用のスペースを残して右折待ちしてくれる、優しいトラックの人に合わせつつ次の場所へ、平壌郊外、貝塚慰安婦像、スーパーのトライアル、虹の湯があります。スーパートライアルが24時間営業で、駐車場がコインパーキングになってるんですね。ただ一つ問題があって、紫で書いたところが全てバリアになっていて、物理的に出入りできません。コインパーキングは90分まで無料だったかな。ここに止めるなら30分くらいは歩くので、暑い時間帯や雨は避けましょう。というわけでしばらくさまよった後、北側の住宅街の中を歩いて、上の方にある平壌郊外へと行きます。マジで赤矢印の2ルートでしか公園にアクセスできないからな。他にろくな駐車場もないし来るときは注意だぞ。唐突な心霊映像になりましたが、これは公園の中です。平壌郊外へと歩いて行ってるのですが、これは現実です。街灯の一つもない真っ暗闇です。スマホの懐中電灯機能をライト代わりに使って撮影しないと、何も映りません。私はこの手の闇に慣れているし目立ちたくないので、撮影以外はライトオフで歩もうと思います。橋のところだけ明るいですね。海の方から物音がします。怖いこと言うなよ。ホームレスでも寝てるんでしょうか。向こうからしたら、単独で明かりもつけずに動き回ってる。こっちの方が怖いと思うんだけど。まあ暗いところはやめておいた方がいいよ。山賊が出てきて、刺されて財布を奪われるかもしれないからね。江戸時代かよ。何かあったら戦ってやろうという気持ちを持って、一寸先くらいしか見渡せない中を歩んでいきます。この先に道があるんだけど、編集してて、画面に反射する私の顔しか見えない。あ、ここです。適当に歩いてたら着きました。海沿いの道の、一本引っ込んだところにあります。郊外とか言われてるけど、広場じゃなくて、道の途中が広くなってるだけなのね。見えてきた見えてきた。この低い塀を見れば、なんだかわかるでしょう。これ、動画でいきなり見せつけられても、空間を認識できないんじゃないか？ああ、ライティングがあると綺麗に映る。後方確認するとベンチがありまして、あそこに三脚を立てて撮影したというのが定説です。闇の中で、撮影のためだけにちょくちょくスマホのライトを光らせて歩き回る。私は火の玉に見えていることでしょう。うむ、ここから見ればなんとなくわかる。マジで真っ暗なんだけど、これ普通の人なら引き返すレベルだぞ。まあ私は高校生の頃、ジョギングついでにこのレベルの闇の中で、中国憲法の修行してたからなんてことないけどね。どうせ闇しか映らないけど、貝塚慰安婦像こと、共に生きるとかいう名称の石像に向かって歩んでいきます。これは撮影中に、Apple Watch しか映りませんってナレーションつけようと思ったやつ。月の妖精が舞い降りてきて踊ってそうな草原がありますな。iPhone 13 Pro のカメラじゃ何も見えないけど、実際には、闇の中なりに物体を感じられるんだよね。
あれは公衆トイレか、今25時になるという時だけど、ちょっと寄っていくか。正気の沙汰とは思えない。自販機が置いてありますね。実はここら辺に駐車場が何箇所かあるんだけど、確か1回、700円くらいするんだよね。30分200円とかじゃなくて、10分で出ても10時間いても700円。使う気にならねえわ。というか深夜帯は閉まってるからな。買い物ついでにトライアルに止めるしかない。これさ、トイレの個室に悪い人が潜んでてさ、男だったら財布だけ奪ったろうとか考えて待ち伏せされてる可能性あるんだよね。一般人ならお化けなんかないさとか歌って気を紛らすんだろうけど、私には弱者アピールにしか聞こえん。いるならかかってこい。動画ネタにしてやる。私の足音と相手の呼吸との信頼。誰もいませんでしたよ。誰もいませんでした。ひどいワンクってもわかるわ。用を足してる時の無防備さと、突然流れ出す水の音にビビったけど、まあ私はこの時間帯で強くなったから。ビビりはするぞ、人間なんだからな。さて橋の下をなんかしていきます。誰かがいるのなら、俺がお化けになろう。海沿いを歩いてるけど、普通に砂浜だわ。いや、砂だったかな、芝生えてたかな。諏訪湖だったらもっと人間の文明の明かりと近かったから、この静寂は素敵だね。駐車場クソ遠いけど、人がいました。この向こうに、二人くらい人がいて喋ってました。カップルだろうけど、光もなく私の足音だけ近づいてきて、いい吊り橋効果ですね。船のマストが見えるけど、船風に建てられてるだけみたいだな。なんやかんやたどり着きました。いや、Google マップが言うには、こっちの方角の10メートルくらい先にあるらしい。地面の草の背が高いですね。他に道がないので、歩いていくんですけど。深夜に慰安婦像の周りで光が動くとか、遠くから見せられてる人がかわいそうだわ。飛鳥時代に儀式に使われてましたみたいな石の並びがあるんだけど、あれがそうみたいですね。というわけで到着、貝塚慰安婦像です。そのまんま過ぎて草です。ピラミッドのように、シャムさんが乗った頃のまま残っています。普通に怖いんだけど。この闇は私にとっては強さの原点なんだけど、これはダメだな。深夜料金でお得にとか、人に勧めるのは無理だ。夜に来るな。以上。防波堤になってるんですね。地味に遠くてしんどいんだけど、戻りますか。昼に来るなら、折りたたみ自転車があるといいですよ。トライアルの文字が見えるところまで来たんだけど、さっき言った通りフェンスが封鎖されてるので、遠回りしなきゃです。この闇の中で例えばデートに来たとして、吊り橋効果というより、こんなに危ないところに連れてきたという事実で、股関係られるレベル。帰り道が墓場の隣で、これがまた肝試しルートみたいですわ。隣が虹の湯っていうところらしいんだけど、私にはよくわかりませんでした。これだけ暗けやな。結局1時間近く滞在し、やっと出発です。このまま泉南イオンへ進みます。そこそこに流れる二車線の大通り、実はブックオフだの観光地だの、細かい聖地は何箇所もあるらしいですね。隣の人がフライング気味なのはさておき、本気で巡ったら、泊まりでレンタサイクルですな。そして驚いたのが、お前そこでレインチェンジするのかよと。動画見返してもこのタイミングはおかしい。あと黒猫山との懐かしい番が走ってるでしょ？これもよくわからないのよ。今深夜2時だよ。なんか高速から降りてきたけど、なんでこんなところ走ってるんだと。しかも、執行猶予中に後ろにパトカーがついて、一つでも違反したら刑務所、みたいな運転でゆっくり走るし。というわけで着きました。泉南イオンです。どれが？道路で囲まれた左の大きい敷地、これがイオンですウィース。いやー巡り旅というか深夜散歩でしたな。この先が問題だろ、職質ってどうなってるんだよ。いやーね、この次にどうするか何も決まってなくてね、南海難波駅とやらでシャムさんの寝かまが発生したんだけど、そこに行こうとしても場所がよくわかんなくてさ、奥の方でセレナと青いアルトが、車間を詰めながら右折専用レーンから直進していったのはどうでもいいことなんだけど、でさ、安全なところがあったから、ハザード出してスマホで地図開いてたのよ。あれなんですよね、すれ違うタイミングでほぼ停止してるみたいな速度に減速してたから、パトカーだろうなと思って無視してたのよ。それでちょっと地図見てたら、Uターンして後ろにビタ付けしてきたのね。ここではシャムの画像が映ったままはまずいと思い、Google マップを開くという起点を聞かす。気づかないふり地図見てるふり。ひぃ。相手の方のプライバシーもあるので詳細は伏せますが、武器持ってないかとか言われてて、ああ私って、やっぱ人相悪いんやなぁと。しかもエンジン止めてって言われたもんな。これハイブリッドなのに。まあ逃走防止でしょうな。岐阜ら辺からドライブに来ましたノープランです。土地勘ないんですが適当に大阪の方行こう思います。そんなこと適当に言ってたら、すぐに解放されました。パトカーが走り去った後もしばらくスマホ見てました。結局そのまま帰ることに。好き放題飛ばせたので、昼なら3時間の距離が、休憩なしの2時間くらいで着きました。さっきのベンツ、星になって消えたな。9月31日の18時に出す動画で、詳しく取り扱うのでお楽しみに。結局深夜は、道が空いてて高速代も安いが、
大抵の施設は閉まってて、よほど飛ばさない限り道中に変化もない。夜型生活の最中の出歩きだからいいけど、昼型生活の人が、睡眠時間を削って眠気と戦うのは殺人未遂だと心得てください。一つだけ言おう、孤独な戦いはしんどいぞと。おすすめはできない深夜料金ドライブ、次は愛知県の山間部、鹿と何度も事故りかけラリー、お楽しみに。ではご視聴ありがとうございました。